こんにちは。今日は引っ越しの、お話なんですけど、引っ越しの日が少しずつ迫ってきてて、うちは家族4人分で、下はまだ3歳なんで、実質3人分の荷物を運びます。引っ越し業者何社かに問い合わせたところ、引っ越しにかく費用が最低で60万からと言われちゃいました。これはしかも繁忙期ではない時期の話で、3月などの繁忙期は80から100万、僕たちの引っ越し予定は子どもの小学校に合わせて3月の末、一番引っ越し業者の値段も高くなる時期なんで、コストを抑えるべく自分たちで引っ越しをする方法を探りました。家族4人分の荷物も積み下ろし、自分を入れて3人は必要だと考えました。僕と、奥さんの弟で、その、弟の友人、そして9歳の息子がついてきます。大阪宮崎間を4トン車と、バーゲンバスですねの2台でフェリーで1泊して宮崎へ、半日で積みに下ろして、僕と息子はそのまま宮崎に留まって生活の準備を始めます。で、後日、奥さんと3歳の下の息子が宮崎に来て新生活がスタートします。弟と友人は荷物積み下ろした後、同日帰りのフェリーに乗ってもう1泊で2泊3日で実行します。感謝です。ありがとうございます。土日を利用して弟と弟の友達に1日だけ有給それぞれ取ってもらって、金土日とお休みということで、まあ2人、僕合わせて3人の3日間の日数を確保しました。で、荷物の量がめちゃくちゃ多くて、冷蔵庫、50型テレビ、テレビ台、テーブル、衣類とか食器の段ボールおよそ20箱、美容室開業予定なんですけど、美容室の椅子とか加温器って言ってあの頭温める、まあ、その他もろもろかなり荷物あります。荷物の量の目安なんですけど、ワンルームで一人暮らししてる人でだいたい軽トラックとかあの軽のアルミバンぐらい、 1DK から 1LDK で2トン車、このサイズのトラックになると洋服ダンスや食器棚などがあっても十分に対応できます。2トンロングになるとセミダブルのベッドとか大型の液晶テレビ、ドラム式の洗濯機なども持ち運ぶことができるんで、荷物が多めの人、一人暮らしの人でも十分に対応可能。子供のいない夫婦やカップルだとこんぐらいかなって感じです。 2LDK から 3LDK になるとダイニングとかリビングの他に部屋がまあ2つとか3つあるわけなんで、家具とか家電の数もそれなりに多くなります。夫婦2人で小さな子供、まあ1人か2人いる家族が該当しそうです。アンケートを見てみると、2LDK の引っ越しをする場合、2トンロングトラックから4トントラックを利用する人が全体の3分の2を占めます。ちなみに4トントラックだとどれぐらいの荷物が乗るかというと、イメージなんですけど、洋服ダンス2つ、段ボール50箱、自転車2台、すごいですね。4トントラックあればかなりの量の荷物を積むことができるということが分かります。ということで、余裕を持ったサイズの方が良いかなと思って4トントラックをレンタルすることになりました。車は、僕のワーゲンバス1台と、レンタルした4トントラックと2台になります。そんな大きくないんですけど、あのワーゲンバスはバンタイプなんで、まあ、中サイズの段ボール10箱ぐらいは入るかなって感じです。合計 4.5 トンぐらい。4トン車を運転するのに必要な免許ですが、2007年の6月1日までに普通自動車免許を取得した人であれば誰でも運転が可能です。で、普通免許を2007年6月2日以降に取得した人はそれだけでは4トントラックは運転できません。中型普通免許を取得しなければならないので注意が必要です。普通自動車免許しか持ってない人は運転免許を取得した時期を確認してみましょうということですね。で、引っ越し用でトラックレンタルするんですけど、軽トラックとか商用のパネルバン
はどこのレンタカーでも借りることできるんですけど、2トントラックもまあ大体探したら結構どこにでもありました。で、料金は軽トラックアルミバーンで1日4000円ぐらい、2トントラックで1日1万5000前後、まあ、探したらもっと安いとこもあるかもしれないですけど、引っ越し用ということで台車とか荷物を固定するラッシングって紐みたいなのがあるんですけど、サービスで貸してくれたりしてるところも結構ありました。一方で4トントラックになるとレンタルできるとこがめっちゃ少なくなるんですよ。で、配送業者などに向けて一時的な利用やリースをやってるとこが多いです。料金は1日2万2000円から3万円ほどで、かなり会社によって額の差があります。貸してくれるところが少ないだけに、最寄りの営業所でもお家から遠い場所にあるといった場合もありますし、台数も少ないので繁忙期などは早めに予約しておかないと在庫がない場合もありますので、借りてみたいなと思っている方はお早めに何社かにお問い合わせされるのをお勧めします。うちの場合は合計3日間、2泊3日なんで借りるんですけど、何社かに問い合わせして3日目の朝10時まで返却するということで4万4000円で借りることができました。まあ、実質2日分ぐらいの料金でした。で、次に、船便についてなんですけど、僕は大阪から九州に移住するんで陸路でも行けなくはないんですけど、前回、物件見に行った時もワーゲンバスで行ってだいたい16時間ぐらいかかっちゃいました。かなりの距離と、あとまあレンタルなんで4トンって運転したことないじゃないですか。で、慣れない4トントラックということで、安全面も考えてフェリーを使うことにしました。で、サンフラワーっていうフェリーなんですけど、大阪から、大分の別府と、で大阪から、鹿児島の志布志までつないでるフェリーです。サンフラワーなんですけど、車体の長さが6メートルを超える場合貨物車扱いということで予約の窓口も変わりました。料金に関しては時期とか個室、大部屋どちらかとかグレードでかなり料金が変わるんで、カーフェリーを使って引っ越しをしようかなと思っている方はこちらも早めに確認と予約をしてください。料金なんですけど、僕らの場合は大阪から鹿児島の志布志で、大人2人と、4トン車1台で往復で15万ぐらいでした。で、僕と息子は、引っ越し一緒に行って、まあ、そのまま向こうで生活開始するんで片道になるんですけど、普通車と、大人1人子供1人、こちらは片道で4万ぐらいでした。なんでこの引っ越しの計画でかかったお金なんですけど、トータルで、トラックレンタルが4万4000円で、ガソリン代、まあ、大阪市内から南港まで行くのとで、鹿児島の志布志から、宮崎の日南市までワーゲンバスと4トントラック2台分、まあ、多めに見てガソリン代2万円ぐらいかなと、なので2万円としてます。で、フェリー代が4トントラックワーゲンバス、大人3人子供1人、合わせて20万弱トータル26万4000円。手伝ってくれた弟と、まあ、友達に、まあ、謝礼とか、まあ、ちょっとお礼をお渡ししたとしても業者にお願いしたとして、まあ、最低60万で繁忙期で80から100万って言われたんで、まあ、かなり大幅に節約することができるかなと思います。もちろん業者さんにお願いした方が安全面や保証などついているでしょうし、プロの方でしたら家具を傷つけたりもなく迅速に作業していただけると思います。楽なのは間違いないです。ただ移住となると、まあ、少しでもその後の準備とか生活のために予算を残しておきたいと思う方も多くいらっしゃると思うんで、まあ、僕らのは一つの例として参考にしていただければと思います。ということで、セルフ引っ越し準備編でした。で、引っ越し自体は3月末なんで、その様子もまたアップしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。